はい、皆さんこんにちは、ドラマーのゆうたです。さて今日も張り切ってまいりましょう。初見でドラマをただいみだー。さて本日はですね、ジョン焼き鳥フューチャリングアド螺旋やっていこうと思いまーす。いや、誰、ジョン焼き鳥って誰だろう。ちょっとねリクエストいただいて、ゲームの主題歌なのかな、なんかメインテーマなのかな、キムタクの出てくるゲームの主題歌でアドさんフューチャリングしてるんで、ちょっとぜひやってくださいみたいなリクエストいただきまして、やろうかと。フューチャリングなんで、でもメインじゃないんで、どこまでフューチャリングされているかっていうところなんですけど、まあでもジョン焼き鳥っていう人、ジョン焼き鳥っていう人なのか、ちょっとわかんないんですけど、僕はなんかラッパーみたいなイメージですね。ジョン焼き鳥でしょ、ウェイみたいなノリのこう、なんかハッピーとか来てるこうラッパーのイメージなんですけど、そこにこうアドのあの歌声がね、ちょっとフューチャリングされてるっていうことで、どんな感じになってるのかちょっと聞くの楽しみなんですけど、あの、ちょっとね、ゲームの映像を少し調べるときにパッと見ようと思って、でも、ちょっと曲流れそうだったんで一回止めたんですけど、なんか龍が如くっぽい感じだったんですよ。だからね、そういうなんかオラオラ系の、だから多分ヒップホップな感じのイメージが勝手についたと思うんですけど、そんな感じで今日もね、最後まで楽しんでいってください。お願いします。
はい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 。いや、かっこいいな、この曲。すげえ。いいね。かっこいい。っていうか、ジョン焼き鳥って何者？ジョン焼き鳥が何者なのか、わからんまま終わっちゃったけど。曲作る人かな？でも、フューチャリングってそういうことなん？俺の中でのそのフューチャリングの概念がわからなくなったんだけど。どうしよう。なんか、一人、メインで歌ってる人がいて、そこになんか、こう、たまに2番の A メロだけとか入ってくるのが俺の中でフューチャリングだったんだけど。もはやこれ、アドさんの曲だよ。え、どうなの？どうなの？けど曲はめっちゃかっこよかった。なんかミドルテンポのすごいドラムが結構遊びやすい感じの曲で、すごくね、なんか僕もノリノリになりながらこう叩けたんですけど、結構フィルとかもいっぱいちょっと入れちゃったりして、どうですかね、結構楽しんでいただけたんじゃないでしょうか。ちょっと長らく初見でタイトルに上げてなかったんですけど、久しぶりにやってるとやっぱこの企画なんか楽しいね。自分が好きなようにこうね、なんか初見で聴いてみて改めてこう叩くっていう、ちょっと結構なんか楽しいなって改めて思いました。まあこんな感じでいつも視聴者さんからのリクエストとか答えていきますので、僕もねちょっと新しい曲に出会う機会なんでね、新曲とかぜひぜひ言っていただけると嬉しいです。いやマジでジョン焼き鳥って誰？ありがとうございました。僕はドラマとして叶えたい夢がたくさんあります。応援してくださる方はぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。声もこんな動画上げますので、ぜひぜひよかったら見てきてください。そして概要欄にもですね、こんな動画が見られるメンバーシップの情報や SNS の情報なんかがいっぱいあります。特に公式 LINE では僕のプライベートを毎日上げてますので、ぜひチェックお願いします。またね。